続いてはスバリストのコーナーです。今回のスバリストは谷川雄貴さんです。よろしくお願いします。では早速ですが、谷川さんの愛車ご紹介ください。レガシーツーリングワゴンの BG5 型になります。ツーリングワゴンの BG5 型、私正直初めて見たかもしれないんですけど。そうですね、もう世の中に何台走ってるかわかんないぐらいになっちゃってます。そうですよね。なかなか渋い、いいお車ですね。ありがとうございます。なんでこのお車にされたんですか？昔父親が小さい頃に乗ってて、その影響からかやっぱりこの車が欲しいなってなって購入させていただきました。でもなんでそこまで欲しいなって思うくらい魅力があったんですかね。スタイリングがものすごくかっこよくて、やっぱり不当調の音が一番聞こえるのが購入した理由になるんですかね。音ですか？音ですね。やっぱり排気音の音がどこどこ言ってるのが素晴らしいってなって、その印象が強くて購入した感じですね。なんかこのエンブレムとかも初めて見ました。そうですね、昔のレガシーのエンブレムですね。これ何を表してるんですかね。上がレガシーの L で、一応 S っていうふうに、だからスバルの S って見えるっていう人もありますし、まあ富士重工の「ふ」っていう人もいますし。なるほど、人によっていろんな見方が、まあでも L を表しているんでしょうね。そうですね、L とまあスバルの S なんでしょうね。なるほど。なんかお気に入りのポイントを教えてください。まあすべてなんですけど。すべてなんですけど。すべてなんだけど、やっぱり車自体のデザインが流線形の昔のこだわったデザインじゃないんだけど、やっぱりちょっと魅力的なところが一番好きかなって感じがあります。今だってもうこの形のお車ってないですもんね。もうないですね。そうですよね。いつ頃作られたお車なんですか？これは1995年なんで平成7年。そうなんですね。いつ購入されたんですか？これは2年前に購入させていただきました。中古車サイトを見て、その中でポツッと出てきたんで、あ、これ父親と同じグレードじゃんっていう話になって購入した感じですね。もう見に行ってすぐ購入しました。もうずっと探してた感じですか？ずっと探してましたね。もう入社してからずっと探してたんで、14年間ずっと。14年間も。あ、じゃあもう欲しくて欲しくてやっと手に入ったお車なんですね。ちょっとなんかこういろいろ見ていきます。せっかくなので、ホイールとかもこだわりポイントですか？これは BBS のこの BG5 型の純正、まあオプションでもありましたけど、それの BBS16 インチになります。もともとこの車についてたホイール、もともとは違うホイールが、純正のホイールがついてたんですけども、やっぱり父親が乗ってたのは BBS だったんで、それに合わせて探して購入しました。すごいお父様が乗られてた車に思い入れがあるんですね。思い入れがありますね。たくさんお父様とお出かけされた思い出とかも詰まってるんですか？そうですね、小さい頃にいろんなところに連れてってもらってたっていうのがあって、その時に乗ってたレガシのその排気音だったり車の加速だったりっていうのが思い入れがあって、それで購入した。ちなみにお父様はこの車ご覧になられました？これはいつも口に止めてるんで懐かしいって言ってました。そうですか。じゃあちょっと続いてホイール見ていったので、この辺りもなんかね、ちょっと懐かしいような、そんな感じがしますけど。おしゃれっ気のない無垢な感じですけど。ルーフレールがついてるんですね。ルーフレール、まああとサンルーフもついてますけど。サンルーフもついてるんだ。サンルーフついてます。サンルーフ開けてお出かけしたりするんですか？そうですね、夏場とかはやっぱりサンルーフ開けると風が抜けるんで、まあそのまま開けて走ってたりとかします。気持ちよさそうですね。ちょっと車の中覗いてみてもいいですか？わあ、内装もだいぶその今の車と雰囲気違いますよね。そうですね、あんまり飾りっ気のない普通の感じです。可愛くないですか？まあちょっとシート柄が入ってる感じですけど、はい。これもその30年前当時はこういうデザインの車が多かった、こういうデザインが多かったのと、あと他メーカーでもこういう色使いをするのが多かったんですよね。当時のトレンドなんですか？トレンドだったかどうかは分かんないですけどもまあなんかこぞってこんな色柄にしてたっていうのはありますけどね。アクセルのところの STI のパーツもかっこいいですね。はいはい、これは STI の正規品のやつです。バタモンじゃあります。後から取り付けた感じですか？はい、自分で後から取り付けました。自分でいろいろできるんですね。はい、自分でやってますね。なんか内装のポイントとかあります？内装のポイントだとやっぱりお気に入りポイント。やっぱりオーディオがはい、やっぱり当時の時代の流れを残したくて、はい、あれは CD と MD の。CD と MD 昔あるミニディスクっていうこうちっちゃいやつがありましたけど、はい、それを残したくてつけてますね。だからあえて昔の時代のまま残したくて、そのままナビとかを入れてないんです。そうですか。はい、MD 私ギリギリまだ分かりますけど、今の若い子分かんないですよね。多分分かんないですよね。はい、そうなんだ。なんかいいですね。ちょっとレトロ感も最近流行ってますよね。このねドアのハンドルの部分とかもなんか懐かしいですよね。これあれなんですね。こういう手で回す系じゃない。くるくるではない。パワーウィンドウでスイッチ一つで開くんですね。面白い。なんか今までのスバリストのコーナーとまた変わった感じで。そうですね。今日すごい楽しいです、ね、ありがとうございます。はい、ちょっと車内を覗かせていただきました。はい、ちょっと後ろの方で気になるのがあるんですけど、はい、これなんですか？あ、これは昔、はい、アナログテレビの時代に車載テレビっていうのがあって、うん、それを見るためのアンテナ。テレビついてましたっけ？テレビ外します。使えないんで、うん、外しちゃえっていうのが普通なんでしょうけど。うんうん、ちょっと当時を残したくて。これアンテナビヨーンって伸びるんですか？あ、伸びます。伸ばしましょうか。はい。これも見たことないですけどね。こうやって伸びる。あ、これがじゃあ両側で。そう、両側で。でも確かに一周回ってこれかっこいいかもしれないです。逆に邪魔かもしれないですけどね。毎回。なんかちょっと変身しそうな感じで。はい、ここまで谷川さんの愛車いろいろと見せていただきましたが、はい、今のところ走行距離ってどのくらいなんですか？5万1800キロ。お、全然乗ってないんですね。そう、乗らないようにしてます。乗らないようにしてるんですね。はい、あ、そっか、いろいろ壊れちゃっても、はい、もう部品がないから、ね、古いからっていうのもありますし、はい、やっぱりこのまま世の中に残したいっていうのがあって、やっぱりなるべく乗らないようにして。まあでも適度にやっぱり乗らないと壊れちゃう部分もあるんで、で、ね、適度に乗りつつ、まあ、壊れたら直すとかしながら、うん、まあこのままずっと自分が老いていくまで乗れればいいなと思って一緒に添い遂げたいなみたいな。そうですね。で、まあ自分が亡くなった時にはまた次の人に引き継げればなっていう。いやー、壮大な夢じゃないですか。壮大な夢です。いや、大切に乗っていただきたいですね。はい、この愛車と一緒にカーライフ楽しんでください。はい、ということで、ここまで谷川さんの愛車レガシーツーリングワゴン BG5 型をご紹介いただきました。どうもありがとうございました。はい、ありがとうございました。